神奈川ネットワーク運動横須賀中井宮校来年4月市議選に挑戦いたします。今日は私たちと市民の皆さんで国葬の反対、安倍元首相の国葬の反対アピールをしました。本日神奈川ネットワーク運動横須賀は明日日本武道館で14時から行われる安倍元首相の国葬、16億6000万円もの費用が使われる国葬に対して反対して、横須賀市民への弔意の強制をしないでほしいということを市長に申し入れます。また特に公教育学校幼稚園での特に14時がとても私は気になっています。ちょうど学校の授業中です。黙祷や、弔意を表すような行為を促さないことを求めていきたいと思います。そして市にはもし学校や幼稚園の先生から問い合わせが来ても何もしないということを対応していただきたいと思います。安倍政権は旧統一教会との癒着、広告とそういった問題もあります。大きな政治的な間違いがたくさんあります。それは亡くなってからも消えることはなく、そして二度と改善されることもありません。私たちはそこを問題にしています。